はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、授業の超基本についてお話をします。第2回オンデマンドセミナー新学期対策講座緊急配信します。第1部学級経営編、第2部授業編です。2024年4月1日から7日まで、好きな時間何度でもご視聴可能です。はい、先生方、授業の基本って何だと思いますか？発問でしょうかね、それとも何かね、教師の、子どもに対する対応の仕方でしょうかね。まあ、いろいろあると思うんですけども、私はね、授業を成立させるためにはね、もうこれが一番大事じゃないかなと思っていることがあるんですよ。で、それについてね、今日はお話をしたいと思います。はい、これはですね、私かつてこの動画で一回お話をしてるんですよ。この動画はね、結構皆さんに見ていただいてるんですけども、まあこの時期にこそですね、見るべき動画じゃないかなと思って、今回ね、ここに再録いたしました。これをですね、見ていただきまして、本当にこのことだけは授業をするときにね、気をつけていただけたら、随分とね、子どもたちの学力に変化が生じるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回はこの動画を皆さんにお届けしようと思いますのでね、ぜひこの後ご覧になってくださいね。はい、ではスタートします。授業の超基本というのはこれです。はい、もうこれ何回も私お話してますからね、みんな見た瞬間にわかると思うんですが、なかなかですね、これが現場に身についてないような気がして仕方ないんですよ。先生ですから、授業中に発問しますよね。何か発問します。その次ですね、発問するとこう手を挙げる子たちがいますよね。その子を、はい、何々くんって指名して答えさせて、そうだねって言って板書していくという展開です。こういう展開でやっていくとね、まあ、確かにね、黒板にはこう綺麗な板書が残ります。しかも子どもたちもその都度ね、手を挙げた子を指名して割といい答えを言ってくれて、まあ、授業終わるんですよ。本当にね、一見ちゃんとできた授業に見えるんですね。ところがですね、発問してからすぐに子どもたちパッて挙げますね。その子を指名する、でその子が答える、その時間というのは本当に短いんですね。おそらくですね、そこで手を挙げる、挙手する子たちというのは割と勉強ができる子たちなんですよ。でもっとね、定位の子たちは全然まだ考えようともしてないうちにですね、こう手を挙げる子を指名されて、で答えが告げられて、で授業はどんどん流れていっちゃうんですよ。まあ、そうするとですね、定位の子たちにとっては、あ、そういうことなんだってね、まあ一つ一つそう考えてればまだいいんですけども、もうなんかどんどん進んじゃうので、もうあんまり真剣に考えなくなってしまうという状況が生まれると思うんですね。まあその発問して挙手して指すっていう、まあそれはね、例えば授業の最初かなんかに軽く子どもたちに聞くなんていう場面ではありえますよ。ありえるんだけども、一人一人にじっくり考えさせたいという場面では、挙手した子を指名して答えさせてどんどん進んでいく授業ってダメなんですよ。じゃあどうするかってことなんですが、これですね、発問したら作業指示を出さなきゃダメってことなんですね。しかもこれは時間付きでね、2分とか3分とか言ってやらせるわけですよ。そうするとこの作業指示ですから、例えばノートに自分の意見を書きなさいみたいな指示ですよね。時間は2分ですとかいう時間も制限されます。そうすることによって、その時間内にその子なりにね、その発問について考える時間が取れるっていうことですね。ですから全員に思考時間が保証されるんですよ、この作業指示を出すことによってね。で、一通りみんな考えてから、じゃあそこで挙手ならまだ分かりますね。手を挙げない子もいるかもしれないけども、でもこの問いについては全員が一斉に考えたという事実が残るわけですよね。しかもですね、この作業指示でノートなんかに自分の考えを書かせておけばですね、授業中に例えば拾えなかったとしても、授業後ノートを集めてみればですね、そこに書いてあるわけですから、あ、この子こういうふうな考えをしてたんだ、じゃあ次はね、この考え取り上げてみようっていうようなことも可能になってくるわけですね。ですから作業指示っていうのは、一人一人の考え方をこう可視化できるっていう良さもあるし、全員にその思考時間を保証するという良さもあるわけですよ。特にね、メインの発問なんかについては、本当に作業指示を入れて、それから挙手させ設定発表させるという流れじゃないとですね、一人一人を大切にする指導なんて絶対できないんですよね。で、これが私ね、授業の超基本だと思ってるんですね。だけども、なぜかこの作業指示というのが入り込まない授業っていうのは非常に多いんですよ。なんででしょうね、これね。ベテランの先生でも作業指示入れない人多いです。またね、もう一つお伝えするとね、これはノート指導に関係するんですけども、まあその作業指示をしたとしてね、ここで、まあ、プリントに書かせるかノートに書かせるかという問題も起きるわけですね。で、これは私はもう完全にノート派なんですよ。それはなぜかというと、
先生の発問に対して答える量ですね。例えばプリントでね、こう四角がついてたら、もうこの四角の中に書けるだけ書けばいいやってみんな考えちゃうんですよ。だけどノートだとたくさん書きたい子はブワーッと1ページも2ページも書く子もいるんですよね。ですから、まあ、その子供に合った量が書けるということで、これもですね、時間差を埋める一つのポイントになるわけですね。こんなちっちゃいね、枠だけだったらあっという間書き終わっちゃう子がいるわけですよ。そうするとその子待ってなきゃいけないわけですよね。ですから私はね、このノート派なんですね。ノートの方が個人差に対応できるっていうことなんですよ。いっぱい書ける子はいっぱい書いた方がいいんですよね。まあ、こういう作業をした上で、その後また挙手発表するっていう形で授業が展開されていけばですね、まあもう授業になると思うんですよね。はい、というわけでね、今回は授業の超基本、これもう何回も言ってる話ですけどもね、また話をさせていただきました。ぜひですね、授業を設計するときは発問、作業指示という順番で、行ってほしいなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。これはですね、本当にね、授業の基本中の基本なんですよ。でもこの基本中の基本がね、なぜか実行されてないんですよね。それがね、本当に悔しくってしょうがなくて、私ね、この話をね、結構な回数この YouTube で配信してるんです。まあでもね、今のこの時期ですね、この時期にこそ意識してほしいんですよね。で、年間通してこれを、もう技術としてね、先生が身につけてほしいんですよ。そういうふうに授業していくんだというふうに身につけてほしいんですね。そうすることによって子どもたちにも力がついていくというふうにね、もう間違いないというふうに私は思ってますので、ぜひですね、これを達成してほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんね、今日までが始業式前の勤務の最後の日だったんじゃないかなと思います。まあそういうところが多いと思うんですけどね、地域によってはね違うと思うんですけども、来週の月曜日に始業式っていう学校が多いと思うんですよね。はい、そういうわけでね、もうこの土日がもう最後の準備時間ということになります。もうまさにですね、始業前のこの時間帯が本当に重要でね、もう 90% ぐらいは組み立てる、いろんなことを決定しておくっていうことがね、大事だと思います。ですからね、私3月からずっとそういうことをしていきましょうっていう話お話をしてきたんですが、まあいろいろ事情があってね、なかなか準備ができなかった方もいます。で、そういう方にとってはもうこの土日が最後なんですよ。でも正直ですね、この2日間だけではね、準備がしきれないんじゃないかなと思うんですね。まあそこでですね、私のこの動画、はい、第2回オンデマンドセミナー新学期対策講座ですね、この中に私が今までやってきた準備とかね、あと授業のことですね、それを述べてますので、で、オンデマンドセミナーはね、あと2日間、やっていますので、この土日にですね、これを見ていただくと、随分ね、集中的に、対策が取れるんじゃないかなと思いますので、よろしかったらですね、ご覧ください。はい、というわけでね、今回は、授業の基本、超基本ですね、についてお話をしました。やっぱりね、身につけなきゃいけないことなので、少しずつ先生方ね、子供たちと一緒に身につけていってほしいなと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。